AKB48 の総選挙結果が韓国でも話題に、プロデュース48との温度差に注目移し、誠イコール Mnet 放送キャプチャー AKB48 の総選挙の結果が韓国でも話題となっている。16日、名古屋ドームでは、AKB48 の53回目のシングルの選抜メンバーを決める第10回 AKB48 世界選抜総選挙が開かれた。特に AKB48 のメンバーらは現在韓国で放送されている Mnet オーディション番組プロデュース48にも出演しており、最終ランキングへの関心が一層高まっている。この日行われた総選挙では、松井樹里奈が1位となった。プロデュース48の第1回ランキングでは4位になった松井樹里奈は、初めて AKB48 総選挙1位となった。プロデュース48のビッグ ME ステージでセンターを獲得し、初放送のリアルタイム投票でも1位となった宮脇さくらは3位となった。プロデュース48で23位となった武藤トムは7位、14位となった矢吹奈子が9位を獲得した。さらに、プロデュース48で20位となった高橋樹里が12位、小島真子は19位を獲得した。プロデュース48で9位となった白間美は20位、46位の岩立沙穂が22位となった。そして、プロデュース48で16位、61位、45位の後藤萌、長谷川玲奈、山田の絵はそれぞれ65位、77位、91位にとどまった。プロデュース48では良い成績を得たが、日本の AKB48 総選挙では県外にとどまったメンバーもいた。17位を獲得した宮崎美穂、22位を獲得した中西千織、26位の浅井七海、27位の千葉絵里、28位の村川妃杏、39位の竹内美雨、43位の中野郁美が県外にとどまった。プロデュース48と AKB 総選挙は日韓両国間の温度差でも注目を浴びた。日韓両国で人気を得ているメンバーもいたが、日本では大きく注目されていないメンバーが、プロデュース48では注目を集めるケースもあった。果たして、プロデュース48が韓国と日本の挑戦者たちの運命を変えるかにも、注目が集まっている。ついに初回放送、話題の日韓練習生たちが、プロデュース48に続々、トレーナーの評価は、動画あり、PRODUCE48SKE48 松井樹里奈の登場に会場ざわつく、みんなが尊敬するメンバーだ、動画あり。